お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。じゃあ雪の下大根、これですね、北海道からファンの方が送ってくださったんですよ。ありがとうございます。なんかね、雪の下で貯蔵することにより旨味甘みが増した大根です、という風に書いてあるんですけど、大根をねボーンいただいたので、今日はですね、大根を使って鶏の手羽元との煮込みと、クックパッドさんでねレシピを見つけてちょっとやってみたいなって思ってた大根しりしり、人参しりしりの大根版ですね。はい、大根しりしりと、あと大根ステーキを作りたいと思います。大根のフルコースです。見てねー、でかいぜー。できました。ステーキだよ。こちは手羽と大根の煮込みです。砂玉大根しりしりです。こっちがね、砂玉大根しりしりで、これが手羽元と大根の煮物です。で、これが大根ステーキです。こっちに大根2本2本1本使ってるので、合計5本、さっきやったやつ全部使いました大根のフルコースみたいな感じになってます。さあさあ、それでは食べてみたいと思います。いただきます。ちょっとやっぱこれかな。うわ、ふっかふかいただきます。うん、柔らか。うん、めっちゃ味染みてますね。圧力鍋で結構長い間煮込んだんで、うーん、美味しい。甘辛い味付けになってて、ちょっと生姜が効いてるんで、めっちゃ香りがいいです。結構味濃いめになりましたね、これは。うん、白いご飯にのっけて食べたい味がするうん、大根がすっごい柔らかいです。歯がいらん感じがする。上顎と下顎でいけるみたいな柔らかさうんもうなんかめっちゃお肉が剥がれてる。うん、
柔らかい。なんかぶり大根とかもそうですけど、この大根の中にね、このお肉のね、旨味が染み込んでめっちゃ美味しくなってますね。ちょっと次しりしり食べてみますね。めっちゃツナの香りがします。いただきます。うん、めっちゃしっとりですね。なんかすごく柔らかくて、あの切り干し大根のちょっと煮物みたいな食感でも、こっちの方が柔らかいかな。もうちょっと溶けそう、本当に溶ける感じです。結構薄味になってるんで、結構モリモリいけますね、これ。めんつゆの味付けがそんなに濃くないから。これを、主食にこれをおかずに食べれそうみたいな感じの塩分の感じです。うん。ツナの香りがいいですね。このツナの油で炒めてるから、大根にもこう程よくね、ツナの風味が回ってて、めっちゃいい感じです。美味しい。よし、次大根ステーキ行ってみたいと思います。いや、だいぶ時間かけて一個ずつ焼いたんですけど、うわー、じゅわじゅわだ。これ箸下手くそな私持てるのか、これ。ちょっと切りましょう。じゃん、いただきます。うーん、甘っ、めっちゃ甘い、おいしい。これ本当にオリーブオイルをかけて焼いただけのやつに、あとちょっとハーブとお塩の混ざったやつかけただけなんですけど、抜群に美味しい。めちゃ美味しい。じゅわじゅわだよ、もう大根のこのジューシーです、ジューシー。こうゆっくり焼いたんですけど、今日フライパンで、これ一度大根の水分がこう出ていってしまった後に油をねこう吸う時間みたいのがあって、オリーブオイルをねこうちょっと含んでて、大根自体が美味しいです。手羽と大根の味噌煮がもうこれだけになったんですけど、ちょっとせっかくなので味変しようかなと思います。まあこれが合うんじゃないかなと思って、ラー油ちゃんです。ラー油のっけいただきます。うん、うん、合う、おすすめ。なんかね、こうごまの香りとこの甘辛い味付けと、ちょっとごまの風味とこのピリ辛加減でね、なんか韓国風の手羽煮みたいな感じになりますね。お、美味しい。おすすめ。うん。このツナ玉大根しりしりはね、大葉を入れてもいいらしいです。ツナ玉大根しりしり完食です。あっさりした味付けでめっちゃ美味しかったです。
はい、大根と手羽の煮込みも完食しました。最後か。最後の大根ステーキだよ。いただきます。ごちそうさまでした。はい、雪下大根5本使った大根しりしり、手羽と大根の煮込み大根ステーキ完食しました。なんだろう、これは鶏でしょ、これお魚でしょ、これ大根だけでしょ。だからね、なんか全部風味が違ってめっちゃ良かったです。全然飽きずに食べれました。で、これとこれが薄味でね、これがめっちゃ濃いめだったのでね、こうバランスよく。それでは、お腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は大根5本使って大根料理3品だったんですけど、はい、なんかこう雪下大根、東京でそんなにちょこちょこ見かける感じじゃなかったので、はい、また食べたい、5本食べちゃったみたいな感じなんですけど、はい、まあね、こんな感じでちょっとまだ出会ったことのないね、私がまだそんなにね、いろんなところのお野菜とか食べたことはないので、はい、そういう地方のお野菜とか珍しいお野菜とか、こんなのあるんだよっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄にでも書いといてもらえたら嬉しいです。はい、またね、私が野菜を料理するところが見たいよという方はですね、ぜひぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。